鮮やかな朝焼けの中、雲海が山肌をまるで滝のように流れ落ちていきますこちらは新潟県魚沼市のしお峠で撮影された滝雲という現象で1日の寒暖差が大きくなる秋によく発生しますこの時期は晴れれば放射冷却で地表の温度が下がりますので湿った空気が冷やされることで雲が多く発生します その雲が盆地にたまって弱い風に流されることで、山肌を滑り降りてこの滝雲という現象が起こると考えられます。魚沼市観光協会によると、前日に雨が降ってよく晴れた早朝ほど発生しやすく、11月頃にかけて見ることができるということです。